はい今回は令和しかないとまあ思う話をお伝えしていきます自民党と維新の会と立憲民主党のおかしさが明らかな件こちらを考えていきますので今回もよろしくお願い致します少し前にですねお話しさせていただいたんですがこの立憲民主党のですねまあこのまあ経済政策といいますかこの消費税減税に関して手のひらを変えたということで こちらの件が注目されているわけですよ、僕もそうですし、リスナー様も関心を持たれていらっしゃるんじゃないかと思います。で、そのときも少し前にお話ししたんですが、そこから僕もいろいろ考えまして、こういったことなんじゃないかなと思うという、僕なりの解釈を精一杯お話していきますので、今回もよろしくお願いいたします。が 実は単純化するとですね、まあ、このようなことなんじゃないかと、まあ、思いますということで。 でまずあの立憲民主党なんですが、政党そのものはもう話にならないわけですよ、ただ立憲民主党の中にまともなまあ議員がまあいるわけですね、例えば小沢一郎さんとか、えー、原口一弘さんとか、まあ僕は小沢一郎さんをまあ応援しているんですけれども、えー、ちょっとですね、えー、この今回の件で、えー、まあ動きが変わらなければどうかなと思うと、でリスナー様でもこの原口一弘さんという方を応援している方がまあいらっしゃるということなんですが、あのー、まあのま議員としてはいいんだと思います。別 別にそれに関してはどうのこうの一切ないです。ただし、立憲民主党という政党そのものがですね、えー、もう本当に、そこにいる限り、えー、この2人がいくらいいって言っても駄目なんじゃないかなっていうことを、えー、思うわけですよ。で、別にね、当たり前ですけど、悪く言うとかそういったことではないんで。 できることであれば、小沢一郎さん、原口和弘さんが、立憲民主党から出て、他の政党に移ってもらいたいと、まあ、そのように切に願います、そうすればですね、まあ、なんていうのかな、応援とか、もう別にね、できる、そういった状況になると思うんですが、まあ、ちょっとどうかなと思いますが、小沢一郎さんも原口和弘さんも、まあね、立憲民主党出て、令和に来ていただければ、その方が日本、よくなるのが早いと思うんですよ。 いいいううままあ話をまあ思いますっていうことででこちら、ですね何が注目されているのかというと、まあ自民、自民維新の会ですね、まあ言うなれば自民党と維新の会、公明党もそうですが、そういったところがおかしいっていう、ねまあ売国政党であるということは分かるんですが、実は立憲民主党もね形をまあ変えたように見せて、実は同じであったと、そういったことにものすごく注目がある,わけあるというか、集まっているわけですよ。 で立憲民主党っていうのは、一見するとですね自民党とまあ、対立関係にあるように見せて、それはそういうふうに見えてるだけで全然嘘自公政権をプッシュしてるのが立憲民主党であると、まあ、そういったお考えが多数出てます、確かにそう思います。 自公政権とですねまあ、こううなんていうのが対立するっていう立場にいるように見えて全然違うと、うん、全然自民党を応援してるんじゃないかっていう話なわけですよ、このい泉っていね泉健太っていうこの代表ですよね、話にならないなと思います。で やはりですねそう思うこと、そして懸念することっていうのがあるんですよ、何かっていうと、まあ、今回のニュースですけれども、立憲民主党がですね今までは消費税減税とかっていうのを言ってたんですが、中長期の経済政策に消費税減税を明記しないということが、こちら、ですね大きな注目点で、これで立憲民主党はないなっていうことになってるんですよね。うん、国民のの考えと全く逆ななわけじゃないですかでこれ何を意味してるのかっていう 立憲民主党がこのようなことをするとです、ね、野党第一党を維新の会に取られてしまうわけですよ、つまり維新の会が台頭してしまうわけですよ、自民党イコール維新の会という、ね、国民に対しての機民政策をするところがどんどん勢力を増してしまうと、だから自公政権を後押しするのが立憲民主党であると、だからそこにいる議員というのも,もう、ね、支持できない、そういった話になる。 そういう話だと僕は考えて思いました。で、立憲民主党っていうのは、あ日本国民の考えと真逆に行くわけですよ。今っていうのは、大体日本国民の40%が消費税反対、消費税減税、それをですね、願っている、望んでいる中で、その逆をいくわけじゃないですか。支持する要素どこにもないですよねっていう話なわけですよ。で 今っていうのは、あこのね岸田とかもそうですが、あ自民党政権が、ね、おかしいということを国民があ、まあ、周知しているわけなんで、えー、岸田の退陣、あるいはですね自民党政権交代というところに行けそうなわけですよで、ここで自民党政権交代にしなければ、また自民党がついたら厳しくなるわけじゃないですか、国民生活が。もう生活していけないという状況なわけですよ。 今こそ政権交代が必要な時にこの立憲民主党っていうのは政権交代を邪魔してるんですよ話にならないって話です本当に。 消費税廃止、消費税減税が最重要課題であるにもかかわらず、そのことに関して手のひらを返すってね、うん、もうありえないなと思いまして、僕はもう最低だと思うので、全く支持しませんけど、ね、もともと立憲民主党は支持していませんが、小沢一郎さんにはちょっと期待していたんですが、ちょっとね、正直考えを変えました、小沢一郎さんが立憲民主党を出な,出ない限り、 こういう政党にいる、まあ、人間であると、そのように認識した方がいいんですよ、そうしないと、僕たち日本国民が過ごす日本が良くならないから、うん、僕もそうですし、リスナーさんもそうですが、僕たちの願いっていうのはですね、日本が日本国民にとってよりよく過ごせる、その経済もそうですし、そういうね、政治もそうですが、そういう日本を目指しているんですが、その反対に行くわけじゃないですか、そんなところを支持できるかって話なわけですよ。 でえーまあ、ニュースが、まあ、短いんですが、ちょっとその短いニュースを、ねえー、考えていこうと思います。立憲民主党、消費税減税に関して明記せず、まあ、触れてないということですね。で、その中長期の経済政策に関して、えーまあまあ、この財政規律重視とかね、この意味のわからないことを言っても、話になりませんね。経済音痴もいいところですよ、もう岸田と同等かと、それぐらい、それ以上かと思うということでね。 この立憲民主党の泉っていう、まあ、代表がですね、11月10日に、まあ、記者会見して、まあ、そこで、まあ、言ったっていう、まあ、その中長期の経済政策ということで消費税をですね、現行の、まあ、軽減税率制度を廃止するとしたが2021年の,、まあの選挙の時かな2 0 2 0年の選挙の時に えー、まあ掲げたですね税率5%の減税は明記せず、えー、財政規律を重視する姿勢を,とを、まあ、示したと、でこの泉というのが、ですね消費税減税を,を、まあまあし,まあ、しないというか、変えたということは、ですねその理由に、日本経済は今、需要ギャップが改善、解消されている、参院選では消費税の次元的引き上げをうまく掲げた、今はその局面ないので、一旦たん、まあ、留保したという時点でね。うん もうこの時点で話になりません。もう相手にする価値もないと僕は思います。で あの今ってどういうふうになってるかと皆さんも思うかもしれないんですが、あの令和だけが頑張ってるんですよ。そういうあの構造です。令和だけが頑張っていて、えー、他のところとお、まあ、なんていうのかな、うん、その、まあ、国民のために、えーね、そういう政治を考えてくれるのが、まあ、令和だけということです。実際、これ、こういうふうに投稿した人がおりまして、えー、こうだろうなっていうことですね。まあ、厳密に言うと、こういうことです。令和新選組と日本国民 っていうままあ一つのグループがありますでそれ以外の今度グループにですねえ自民党まあ、維新の会えまあ、立憲民主党とかそういったまあグループとえまあ、ねえ溝ができるっていうことで,でまず自民党は何かっていう話なんですが消費税減税は一切検討してない岸田ねえもう話になりませんがそして自民党はですね大阪万博を推奨してるわけですね。 維新の会も大阪万博を推奨しているわけですで。今回の件で立憲民主党っていうのは消費税減税は間違っていたってね、うんまあ、言っていいかわからないですけどお前たちの考えが間違ってるよってそういう話なわけですよ国民からしたらねもう許せないのもいいところですからね。でそれに対して、えー、令和新選組、 消費税廃止、消費税中止、消費税減税、さらに言うとインボイス制度も中止、大阪万博中止、そのようにれい新選組、山本太郎さんおっしゃってるわけですね。日本国民の世論も同じです、消費税廃止、消費税中止、消費税減税。 インボイス制度は中止大阪万博は中止だから頑張ってるのっていうのはもう令和しかいないわけですよ日本経済がですね30年衰退して、えー、失われた30年と言われてますがそこをねえー、こうなんていうのかなあ頑張って立て直そうとするそんなところがないわけじゃないですかうん、そんな野党なんて価値ないわけですよだから令和しかもうないんですよ今回僕は調べてて思いましただから今どういう構図かというと 令和と日本国民が頑張っている。令和が頑張ることが日本の再生にかかっている。もうそれだけです。もうそれしかないですね。別にいろいろあること、いろいろ思うこととは他にあるのかもしれませんが、もうそれしかない。で、この立憲民主党のですね、この泉健太の言ったね、このでたらめなことに、ちょっとね、まあ、考えると、本当に本当数秒でですね、もうこの話っていうのが終わるんですが。 消費税があることによって、日本国民全員が厳しいんですよ、消費活動に際してね。えー、何を買うにしても、食料品にしてもね、えー、生活必需品にしても、それを買うときにこの消費税が発生するわけですよ。消費税をなくせって、うん、だから山本太郎さんが声を上げているわけじゃないですか。 で例えばですね、自民党の背後にいる財務省経団連経済同友会は、自分たちの得になるから、自分たちのプラスになるから、消費税を増税しようとしているわけですよ。うん、でそのの経、まあ、経団連経済同友会っていうのは 消費税が上がることによって、自分たちの法人税の減税に充てられる、あるいはですね外国の還付金に消費税を充てるということで、自分たちが儲かるから、だから財務省、経団連、経済、どういうかは消費税を上げようとしている、それに関してですね消費税というのは、日本国民の消費活動すべてに関わる、そして消費税は平等だとかっていうね意味のわからないことを言う人がいますが、平等とかではないんですよ。税率が同じであって 低所得者とか貧困層ほどですね。この消費税っていうのは負担が重いんですよ。今っていうのは日本というのは富裕層と貧困層の二極化してるんで、貧困化してる人が多いわけですよ。生活が厳しいわけですよ。多くの国民がね。うんだから、このね。立憲民主党の泉の考えを言うとどうなるのかっていうとまあ、自民党維新の会立憲民主党の考えになるとどういうことってこういうことになるんですよ。 消費税を継続する、ないしは消費税を増税する、その結果どうなるのか、日本国民の生活が破綻します、日本国民が総貧困化して、ですね日本経済が崩壊する、日本国民の生活が破綻する、そういった今、深刻な状況にあるわけですね。 だから、もう令和しかないっていうことです。令和、山本太郎さんのですね、えー、まあ勢力拡大、えー、それを願って僕は思ってますし、まあ、リスナーさんもそう思っていると思います。令和のですね、活動が徐々に徐々に今、日本国民の間に広がってきたわけですよ。えー、無党派層の取り込みにですね、山本太郎さんの努力が実ってですね、どこかのタイミングでひっくり返ると、その時を僕たちは期待しています。本当にこのですね、立憲民主党っていうのはどうしようもないなと思いました。だから 僕はこう,いう,ふうに思ってます立憲民民主党イコール自民党自維新の会です、まあ本当にね、えー、もう令和に頑張ってもらわないと、えー、この先の日本がないと、まあ、そのように思いますということで、えー、今回はですね、少し前に立憲民主党の件について触れましたが、その補足ということも合わせて、えー、お話しさせていただきました。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございますす今回はここでで終わりです失礼いたします。